岡崎さんがおせっかいを焼く人になるってことですよね。そうです、はい。焼き方わかりますか？私も本当にモテないんです、ね、はい、でモテないんですが、その友達までの女性友達がすごい多くて、そこから超えようとするとこうノー言われるという人生経験が大変多かったんで、なんかみんなでも恋愛がうまくいくようにコーディネートしなきゃいけないわけじゃないですか、はい、なので岡崎さんがそんなに上手に恋愛ができない方だとコーディネートできないんじゃないかなっていう心配があるんです。それはどう思いますか？僕がその何ですかね、トップダウンでそのコミュニティマネジメントするってわけではなくて、モテる人を連れてくるんですか？モテなくても構わないです、ね、モテる人にして、はい、そのモテる人が、活躍できるコミュニティにします。けど学長がモテないんですよね。学長もモテないです。ですがそこの中にそのコミュニティの中で学ぶといいますか、その決してその学長も一緒に学んでいくみたいな。なるほど。はい、まあでもちょっと新しいですけどね。なんか学長がこうやって雑誌の裏表紙で札束でイエーイとかやってる出会い系サロンは、学長はモテないんで一緒に育ちましょうみたいな。若干面白いっちゃ面白いですけど。そうなんですよ。一定ニーズありますよね。そういう悩んでる方はいらっしゃると思うんで。うん、俺たちでモテていくぜみたいな。はい、そうですね。そこの中に俺はモテるからここに来てるんだぜっていう風なその意識といいますか思想は省けるので、みんながその自然なコミュニケーションで、恋愛というものは決してその何て言うんですか、不純なものじゃなくて、そのいやすごいそれもありだとは思うんですけど、はい、僕も大学受験の予備校を経営してるんですけど、はい、東大じゃないんですね、きっと、はい、岡崎さんよりもいい大学じゃないんですね。でそれで4年間一生懸命予備校に行ってダメだったんです、僕は。それダメだったのに、うん、予備校を作ってるんですね、うん、でもダメだったけどこうやったらうまくいくと、その失敗の流れ分かったからっていうふうにやってるんですね。だから、うん、できれば岡崎さんも全くモテない自分だったけれども、こうやったらモテたっていう方がなんかみんなもついてくるのかなっていう。まだなんていうかな、僕が浪人中で今大学受験で予備校はできなかったと思うんですよね、受からなかったっていう。なんかそういうのはどうですか、なんかコツとか掴みつつあるんですか？冗談ではなくて、うん、本当にイエスな心境であったとしても何かこう、何かこう曖昧に返すっていう、こう独特の、特に東京の女性の文化があると思ってまして。じゃあOKなのに断られてるってことが多いから、それは断られても OK だって前向きに捉えた方がいいなっていうことがご指導されてますね。もういくらメールと LINE はしてくるやつはもう5万というので、はい、その対面へ の, その落とし込みといいますか、誘導をどう考えてるか。どうですか、いきなりクラブ7位に行くのはどうですか。いきなり会えますよ。それはダメですか。ああ、その僕、ホステスさんとかその全く行ったことはないんですが、ですが、僕のイメージだと、そこの方と家庭を持つ、なかなか競争の劣等者です。確かに、はい、その通り、はい、なので、その通り、なので身の丈に合った恋愛がオフラインでは行われるんだが、いや、いい、いや、オンラインではその情報が肩なので錯覚してるんですよ。あ、A 子ちゃんまだ LINE 続いてるわと、うん、ですが、A 子ちゃんからするともう全くもう何ですかね、付き合いでやってるものっていうのを気づいてないっていうのがオンラインとオフラインのコミュニケーションの違いだと思います、うん、はい、よく気づいてますね。面白いわ。女の子の LINE を営業ライダーで分かってるわけですね。そうですね、まあ最近フリーランスの方とかも多いので、まあなんかランチ行けるのかと思ってみると、あ、なんかそういうビジネスのお話であったりとかっていうのは、ね、まあ、夜ご飯誘われたと思ったら同伴だったどうはんではないです。尾崎学長がもうモテモテになるしかないじゃないですか、再現性のある方法で。そうですね、ですからモテモテってのはおかしくて、その一人を見つけるのがいいです。僕の発想が間違ってた。林さん、モテモテってのはダメですか？モスリーからはモテちゃいけないと思って、一人が、その人の幸福が自分の幸福と同じように同調して感じられる人を見つけるってことが幸福だと思っているので、それはできなくなってます。一回ホストやってみますか。はい、それですね、これ言うとないですけど、2日ぐらいちょっと試験的にやったことがあって、コミュニケーションのその猛者たちが集まってる世界だって。すごい猛者たちのトップじゃないですか。いや、でもそれはコミュニケーションの、ここにまさにいらっしゃるのもそれで、そのコミュニケーション、超面白いから、とりあえず100万円出します。